醤油は16日、醤油すべてと醤油の加工品の一部、およそ10 100品目を3月1日の納入分から値上げすると発表しました。値上げ幅は希望小売価格でおよそ4%からおよそ10%になります。 ヤマサの値上げは2008年4月以来およそ14年ぶりになります原材料の大豆や小麦の価格が上昇し原油の高騰も重なり生産や物流のコストが増加し企業努力では吸収しきれなくなったということですキッコーマン食品も2月16日の納品分から値上げすることを発表しています